タイバンコクで U14 ASEAN ドリームフットボールトーナメントが開催され、3名の優秀選手がアカデミーの練習に参加しました。今回の企画立案者でアジアのサッカー発展に力を注ぐ木場正夫氏に話を伺いました。去年の年末に新しくU14の大会をタイの中で開かせていただいて、で日本のチームとタイのチームと、まあ、カンボジアのチーム計12チームの大会を開かせていただいて、でそのタイの選手の中から、まあ、3名を優秀選手として選ばせてもらって、まあ、今回ガンマのアカデミーの方でお世話になってるっていう形なんですけども、実力的にも充実してますし、まあ、結果っていう意味でも東南アジアの中では、まあ、タイはナンバーワンの実力もあるので、今後、まあ、選手としては期待できるかなとは思っています。アカデミーの練習昨日が参加させてもらって、自分が足りないものって今何か分かっているか、はい、シュート、はい、めちゃめちゃシンプルですね特にこの年齢というのは、だからもうシュートって、まあ、一つ言ったけど、まあ、それ以外のこともいろいろあると思うから、それ見つけて練習してる。試合の前に特別な準備とか何か、うん、ノートレもうこれフリーっすよね。こんにちは、my name is T。 こんにちは、my name is K。 こんにちは、my name is Paul。 人生かけてきてるからな、お前らと一緒の立場やと思うし、国は違うけど、サッカーは世界共通やし。今日はどうでしたか、プレー。何ができなかった、何が足らなかった。出会って失敗して反省して成長していくので、それ絶対覚えて帰ってほしい。じゃあ頑張ってください。頑張ってください。やっぱり日本とこうタイのサッカーの質っていうかスピード感とか違うので、やっぱりプレッシャーも激しいですし、まあ、当たりも厳しいっていうのは、まあ、彼らの反応ですね、はい、ポテンシャルはもちろんね持ってると思うんですけど、まだまだ発揮できてないのが現状だと思うので、まあ、今日もコーチほかいろんな方に声をかけていただいて、積極的にやるようにっていうので声をかけてもらってるので、まあ明日以降自分のプレーをしてほしいなと思いますね。12月にまあ同じようにU14の大会をタイの中で開かせていただいて、今はまあタイのプレミアリーグ7チームと日本の J リーグのチーム6チームと、あと他の ASEAN のチームをまあ呼べたらなとは思ってるんですけども、まあ同じように大会を開いて優秀選手まあ3名ほど選ばせていただいて、来年以降もこういった形で、まあ、J クラブはどこ、まあ、もちろんガンマでできたら一番いいんですけども、まあ、そういった形で少なからずチャンスを与えてあげたいなとは思っています。貴重な体験をした3選手の今後の活躍に期待します。ガンマ大阪ではアジア戦略の一環として、これからも積極的にアジア各国で活躍するこれからの選手たちをサポートしていきます。